突然ですが山口さんは<お>あのサングラスはお持ちですか？あ持ってないです。あ持ってないですか、はい？かけたこともないです。あ,あ本当ですか？うん、買ったこともないです。ないですか？うん、あへえい、ー、やなんかお似合いになるなと思うメガネがあるんですよ。<laughs> あのですねこれ私のものではなくて<い>私の同期の檜山さやキャスターなんですけど<い>このメガネの形 結構山口さんに似合いそうと思ってたんですよ <laughs> さっきから。あれね。山まあ普段メガネかけてるんでね。はい、そうですよね。でよく見たら結構このサイズですよね。そうです。形が似てて。そうです,うで,すでもあれなんですよ。私あの目悪いからまあ当然メガネかけてるんですけどサングラスにすると何も見えな,なるんです、はい。あ <laughs> あれですか、コンタクトはあんまりしないタイプ。です、ね、コンタクトも、あの、ね、やったことないです。あ<ー>そう、だからね、うん、りサングラスじゃないとダメですか。そう、そう、そう,そう、<ー>これに色塗るっていう、こう、しないと。<laughs> <laughs> 全然紫外線対策にならないです、それ。<laughs> そ外歩けないんですよ。<laughs> あ、そうなんですね。なんょあ、ラグットぴったりかなと思ったんですけど、ちょっと違ったか。だから、あのサングラスね、買ったこともしたこともない。あ、そうなんですね。で,すねでも、結構眩しい時は、サングラスかけるだけでいいですよ。へえ。 まあ、そ,うそうですよねだから日傘はしないサングラスかけない日焼け止め塗らないっていう帽子もかぶら,らないっていうこの何,も何もその辺のケアを、ね、<laughs> あの気遣わない人が。い でもこうやって健康で過ごしてらっしゃいますからね。今のところね、うん、今年もさっきの話じゃないですけど、多少焼けましたけども、うん、今のところはなんとか。なんとか。ではもしあの興味をお持ちになったら、はい、あの私かさやちゃんどちらかにあの相談してください。わかりました。はい。さっきのやつなんかあの紫色のなんか,か。そうですよね。<れ>色が少しついていて、これあのアニメのキャラクター。 あの五条先生っていうキャラクターとのこうコラボレーションのグッズみたいなんですけれども、眼鏡は履いてなかったです。あ,あ、そう、はい、そうですよね。そうん、普通サングラスでそうですよね。うん、なんか色付きのやつでかけた時のこの景色とか見たらなんか面白いだろうなと思いますけどね、はい。そうですよね。またなんか <laughs>、ね、空もこう違って見えたり。そうですよね。うん、昔なんかねか赤いセロハンとかね。あ。 ありましたよね。する半越しに、下敷き越しに。はい。で、いきなり普通の景色に戻ると、なんかすっごい新鮮にう。うん、明るく見えたりしますよね。そういうのは確かに、あんまり最近実感してないな。ああ、じゃあ、ぜひね、その、はい、感覚をまた味わいたくなったら。した <laughs> 試してみてください。はい、そう、すごい、私もお似合いになりそうと思って、さっきからずっとそればっかり考えてました。<laughs> <laughs>